第2回の、CO2ゼロの豊かな島づくり会議ということで、今日のテーマは、建築ということで、お二方の先生を呼んでおります。で、皆さんのお手元に今日の、タイムスケジュール表をお配りしておりますけれども、すいません、一点修正があります。講師の先生、松田さんが1番目で村山さんが2番目とスケジュール表の方に書いてしまったんですが、ごめんなさい、間違いです。村山さんが最初にお話をなさって、松田さんがその後、受けるという形になります。ちょっと1番目と2番目、入れ替えということだけお願いいたします。最初は、村山さんの方からですね、株式会社宝健ホームの村山壮さんによります、CO2ゼロの豊かな島づくり会議かっこ建築というタイトルにしてもらってます。ちょっと2枚目からあると思いますので、じゃあ早速お願いしますか。はい、皆さんこんにちは。今日は建築ということで、前回エネルギーでちょっとぼんやりとしたテーマで、分かりますか、だったと思うんですけど、今回建築ということで、皆さんが住んでるお家のお話になりますので、ぜひ身近なテーマなので、そういう身近な何ですかね、今住んでるお家などで友達のお家とかですね、そういうところをイメージしながら、あとはもう映画とかで見てるんですね、すごい近代的な建物とかありますね、そういうものにこうイメージ膨らませながらですね、話聞いてもらえたらとてもイメージ広がると思いますので、進めていきたいなと思います。よろしくお願いします。では今日の私の方の流れですね、まずちょっと住宅からどれぐらいですね、今 CO2 が出ているのかというところですね、説明していきたいと思います。で、実際今住宅の方ですね、どういう制度、省エネルギーの制度があるのかという現在の制度の説明をしていきたいと思います。で、あと今ゼッチ住宅といって、ゼロエネルギー住宅が今ありますので、そういうものので、ね、ちょっと説明をしていきたいと思います。で、日本としてもですね、こういうふうにしていこうという目標を立てていますので、そういう説明をしていきます。で、 LCCM というのなんですか、建築がありまして、ちょっとこれ後で説明します。で、住宅と SDGs いろいろ関係がありますので、そういうものの関係を説明していきたいと思います。そして将来に向けての展望ですね、という流れを進めていきます。で、多分初めてだと思いますので、私の自己紹介をさせてください。私の村山はじめと申します。創造の創ではじめと申します。で、一級建築士です。で、1981年生まれなので今年42歳になります。で、株式会社宝健ホームというところで私設計をさせてもらってます。で、あと、沖縄木造住宅協同組合という組合がありまして、そちらの方 の事務局としても兼ねてやってます。で、会員さんがいまして、でそちらの方の組合企業さん のいろいろな省エネルギーのですね、設計とかゼロエネルギーの設計とかですね、そういうのの支援もですね、うちの会社だけじゃなくて、その協力関連会社さんの方 の支援とかも、を日常的に行っています。で、あと受賞の方で、2012年の方で長期有料住宅というのがありまして、そういうのとかですね、ゼロエネルギー住宅、そういうのも取り組んでおりまして、10年前から取り組んでます。で、2014年に国土交通省の地域型住宅グランプ化事業とかにも採択を受けております。で、3年前の方の2020年にはハウスオブザイヤーなどですね、受賞をしてます。で、もしよければFacebook とかでも常時
住宅の情報とかですね、建築の情報を発信しているので、もしよければ見てください。で、日本国内での、 CO2 の排出量で住宅の占める割合ですね、これがあって大体 16%、 これ環境省が公表しているデータなんですけど、一世帯あたり年間 3.4 トンの CO2 を排出していると言われています。で、3.4 トンってどれぐらいかなっていうと、杉の木が113本を年間に吸収できる量になります。で、その一家庭で実際どこがその CO2 を多く排出しているのかという割合ですね、大体この暖冷房、暖房と冷房が2割で、あとはシャワーですね、お湯が2割になります。そして照明で、テレビとかですね、冷蔵庫など、そういう家電製品が半分を占めるような形です。ですので結構照明とか家電の割合が大きいというのをですね、覚えていてください。で、政府としてはですね、2030年までに1300万世帯分の相当の消費エネルギーを削減しようということで、今動いて目標を立てています。で、その対策としまして、まず住宅の方であれば、全ての新築住宅に対する省エネルギー基準の適合を義務化しようということで、これが2025年、あと2年後からですね、新築住宅は省エネルギーが義務化になります。で、これは新築住宅になので、既存の今建っている住宅もその省エネルギー の基準に適合させようと、今改修をですね、促進させて、させています。で、先ほどありました給湯ですね、お湯、この2割のを占めるお湯も高効率のものですね。高効率っていうと何かというと、ガスであればですね、排熱、お湯を炊いた時ってこう熱の、熱い熱が出るんですね。それをもう一回利用して、またこれです、加熱、お湯をですね作るっていうものがあるんですね。今それが主流になってきてるんですけど、そういうものを使うんですね。あとは電気の方であればエコキュートって言われて、これヒートポンプの技術を使ってるんですけど、一般的なエアコンと同じ原理なんですけど、だいたいエアコンってすごい効率が良くてですね、1のエネルギーを出すと、1のエネルギーで3のエネルギーを作れるんですよ。すごい効率がいいんです。3倍のエネルギーを作れるので、そういうものでお湯を作るっていうのがこの高効率の給湯器ですね。で、あと照明であれば、もう皆さん、もう一般的には当たり前になってますけど、LED、もうこちらですね。で、あとエネルギーを見える化しようということで、今実際どれぐらいこうエネルギー何ワット使ってるのかということで見えたりするんですね。最近のエアコンとかだと消費でもいくらって出たりしますよね。やっぱああいうことを見ると皆さん、今いくら使ってるんだなとかって分かるので、
少しは節電しようという意識が高まりますので、これを家全体でやっていこうということですね。であとはもう空調の温度をできるだけ下げすぎないようにするために、もうスーツじゃなくてクールビズですね、そういう服装を変えていきましょうとか、あとは高効率、クーラーとかも、クーラーとかエアコンを昔のものから新しいもの、大体10年ぐらい経つとですね、もう 10% ぐらい電気の電力下がりますので、そういうものに変えていこうということの買い替えですねが対策として挙げられています。でもう先ほど の住宅のところだけちょっとフューチャーして今回説明をするんですけど、この省エネ制度っていうのは、住宅っていうのは2つの基準からなってます。そのちょっと概要をですね説明していきたい。でまず外皮の性能、これが断熱の性能といいまして、屋根面、壁面、床で開口部、窓ですね、これの断熱の性能、外からの熱をいかに中に入れないかという性能ですね。であと中 の熱を外に逃がさないかという、そういう外側の性能になります。これがお家ので、そこに入っている設備ですね、のこれがエアコン、暖冷房で、給湯の設備、照明の設備で、換気で、まあ、太陽光があるんですけど、これの設備を決めることで、その住宅のエネルギーをある程度基準を設けて評価していくという、この2つの制度になります。基準があります。でそれをもとに今はこのベルスというですね、このラベルがもう標準で準備されてまして、でこれが星が1つからですね5つまでありまして、これでもう省エネのこの住宅建築物の省エネの性能が分かるようになっています。で、説明しますと、星が1つというのが、まあ、一般的な住宅になります。で先ほど2年後に義務化になる基準が星が2つです。で、まあ、こういうふうな形で3つ4つ5つという形でありまして、いろいろ計算の基準も決まってまして、でどれぐらいこの標準から削減してますよというこのバーでこの1の列ですね、示すようになってます。これ見たことある方ないですね、あんまりでですね、今はこれが任意の制度なんですね。でこれが実はですね、来年の4月からはこれが義務化になります。来年の4月からは賃貸住宅とかですね、分譲住宅、ああいうものでもう表示、この建物はどういうエネルギーの省エネの建物ですよということをもう表示しないといけない、もうそういうのが義務化になるというのが決まっています。で一番星の上のものがこのゼッチというもの、ゼロエネルギー住宅になります。じゃあ ゼロエネルギー住宅って何ですかっていう、これも決まってまして、これが3つの基準で決まってます。まず1つが
エネルギーをですね、2割 20% 削減してください。建物のエネルギーをですね、20% 削減してください。まずすいません、間違えました。まず一つが、ここの外の外皮の基準ですね、これをある一定以上強化して、熱が入りにくいようにしてくださいということです。で、その次に 20% 2割削減してください。こっち設備の方ですね。で、この2割下がったところの分を全部その賄えるだけの太陽エネルギーを作ってください。この住宅の中で、でゼロにしてくださいというのが、このゼロエネルギー住宅の定義です。なのでエネルギーはゼロ以下になるということですね。これがゼッチと言われる住宅の定義です。で、これが、実例の写真なんですけど、これ私の方で設計したやつで、これは糸満の、塩崎の方とかね、塩崎にあります4棟並んでまして、で太陽光が全部乗って全部相殺できるような形の計算をしています。で、これが実際のそのベルスの教科書になります。5つ星がついて、だいたいこれで 68% 削減している建物で、ゼッチの場合はここにゼッチマークがつきます。で、だいたいこうパッと車とか何かで例えた方が分かりやすいと思いますので、ちょっと車で例えますと、大体イメージなんですけど、これが一般的なもの住宅がありまして、で今度は2025年の省エネのレベルがありますよ。で、ハイブリッド車みたいな形でこう、ありまして、でゼッチの住宅があります。で、これがですね、実は2030年の平均的な住宅の目標として政府は目標にしてます。2030年ですね、7年後にはもう全部ゼッチにしていこうということで、半分はゼッチにしていこうという目標を立ててます。で、それより上に LCC ライフサイクルカーボンマイナスの住宅があるような形、これが最終の目標ですね。で、ゼッチ、何がいいんだろうっていうかですね、多分思う方もあると思います、いると思いますので、ゼッチですと、ゼッチのメリットとしまして、住宅のメリットとして、やっぱこう断熱性がいいので外の影響を受けにくいので、熱が建物の中に入りにくいんですね。なのでエアコンの効きが良くなりますので、その分エネルギーがですね、削減できて、光熱費を下げることができます。で、今結構電気代高騰が話題になっていると思いますけど、やっぱそういうところでですね、とても住んでる方は今節約ができるというかですね、これがもうずっと続くので、そういうところでコスト的にもですね、有利に働いています。政府の目標としましては、2050年までのロードマップを作ってまして、まず2030年には新築についてゼッチ、これゼブというのは住宅じゃない方、住宅じゃないゼロの建物
を言います。ゼッチというのは住宅の方ですね。でゼッチ、ゼブ、水準の省エネ性能の確保をあの目指しています。で2050年ですねには今ある建物も含めての半分をゼッチの ゼロエネルギーの水準のあの性能のですねあの建物にしていこうということで政府の方は目指しております。で、ゼロエネルギーですることで CO2 の削減を減らすことができますので SDGs にも貢献をすることができます。 SDGs の3番すべての人に健康と福祉を、7番エネルギーをみんなでそしてクリーンに、11番住み続けられる街づくりを、で12番作る責任、使う責任、こういうものにですね私は貢献できると思ってですねこういう活動にも結構積極的にですね参加をしてこういう場にもできるだけ参加したいなと思ってます。でやっぱり今そういう SDGs の観点からもですね結構民間企業とかも応援をがありまして、で民間の銀行とかでもですねこういう省エネの住宅に対しては結構優遇がありますので、これは沖縄銀行さん、ある琉球銀行さん、やっぱこういう応援をしていこうというですね今流れになっています。で LCCN ですね、これも最もう究極のもの目指すべき建物になるんですけど、 LCCM、名称はですねライフサイクルカーボンマイナスと言いまして、要はこの作った時、建築時作った時、作る時ですねと実際の住んでる時、使ってる時、そして廃棄するでお家がもう寿命が来て廃棄するときの全ての CO2 を全部ゼロにしてしまおうというそういう建物です。実際お家に住んで生活をしているとやっぱりこういろんな生活煮炊きをしたりですね電気を使ったりっていうことでやっぱどんどん生活のするごとにこう CO2 っていうのは増えていくのが一般的ですけど、こちらの住宅のイメージっていうのは使えば使うほど、長く使えば使うほどどんどん排出する CO2 が少なくなって、で作った時のもうCO2 をもう超えてですねどんどんこうマイナスになっていく、そういうイメージの建物になる。で先ほどなんかゼッチねゼロエネルギーと何が違うのっていう思った方もいると思うんですけど、ゼロエネルギー住宅っていうのはここの使っているところここだけを見てるんですね。ここ年間のここだけを見てゼロにしているというのがゼッチになります。ゼッチの住宅でそれをこの作った時廃棄する時も考えてお家を建築物全体の CO2 をゼロにしてしまうのが LCCM 建築物の考え方になります。まだこれは実験段階というかですね今徐々にこうちょっと進んでいるような感じの建物になります。でそうした場合作った時の CO2がすごい大事になってくるんですけど、実際この構造別の CO2 の排出量っていうのがありまして、木造住宅 RC があって、で鉄骨ありまして、
これがこの作った時の CO2 の排出量のグラフなんですけど、一番やっぱり木造っていうのは少ないんですね、CO2 の排出量が。なのでこういう LCCM とかの建物を考える時にはすごいこう木造っていうのはすごい有利に働いていきます。こういう建物が今後増えていくんじゃないかなというですね、思っています。じゃあ実際今現状でそのネットのゼロエネルギー住宅の普及率ってどうなんだろうとですねということで、これが全国的なものなんですけど、これがちょっと2年前のデータなんですけど、令和2年のデータ、沖縄県はですね 3.5% なんですね。 100棟を作って3棟がゼロエネルギー住宅です。で、大体全国平均はですね 20% とか言ってるんですね。 100棟作ってると 20棟とかはゼロエネルギー住宅で、結構全国、まあ、全国最下位ですね、沖縄県で。全国と比べて大きな差があるというのが現状になります。じゃあ沖縄って難しいんじゃないの、難しいからできないんじゃないのって多分思われる人も多いと思うんですけど、実はですね、沖縄って暖房しないので使うエネルギーの量が全国で一番少ないんですよ。ゼッチって使う量を減らしなさい、ゼロエネルギーにしなさいっていうのがゼッチの定義なので、一番使う量が少ない沖縄って実は一番ゼッチに向いている、作りやすい地域なんです。なので私たちはいつもそういうのをあちこちで伝えているんですけど、やっぱこういう現状があるんだけどできていないというですね、今現状があって、なんでかな、そこら辺も皆さんでこう考えていただければですねいいかなってですね思います。多分皆さん知らないっていうことも大きいと思うんですけど、これを機にですねこういう現実があるんだよというのをですねちょっと学んでいただければと思います。で、私が考える2030年ですね、まあ、7年後ということで、ちょうど7年後だと2030年になって、SDGs の目標の年になります。で、まあ2年前ぐらいに結構 SDGs ってバーって盛り上がって、なんか最近はあんまりちょっと聞かれなくなったところがあるかなっていうのがありますけど、これが実は2015年から始まりまして、今ちょうど7年で半分なんですね。で、あとまた半分7年過ぎると目標の年になるということで、結構やっぱりちょっとまた今真ん中の方ですけど、また結構この近づいてくれば皆さんまたメディアでもいろいろこういうのが出て関心が出てくると思うんですね。で、結構そういうのに関心がある方っていうのは常にこういうのを考えながら活動されてて、で多分皆さんもですね、もしかしたら頭の隅にこういうのがあってこういう場に参加されてるのかも思うんですね。で、こういう輪がどんどん年を追うごとに広がっていくと思いますので、私は絶対2030年にはこれはより良く、より良い方向にですね動いて世界がより良くなっていくんじゃないかなとですね、私は信じています。で、2050年ですね、30年後、私42歳で30年後なんで、もう70代になりまして、もう多分もう私の世代ではなくてですね、私子供が3人いるんですけど、
もう子どもたちの世代になっているんだろうなと思ってます。で今だともうすごいもう日進月歩早いですよね。もうすぐ SNS で人ともつながって、リアルタイムに世界の出来事が分かったりですね、やっぱその流れって加速していくと思うんですね。でどん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 世界がもう今もう翻訳機も普通にみんな当たり前のように使えるようになりましたね。多分もう世界がどんどんもう当たり前のように多分つながってると思うんですね。でいろんな人とコミュニケーションも取れるし、でそうすると多分新しい技術もですねどんどん生まれると思うんですよ。で新しい技術が生まれるのでより良いこう絶対ことが生まれると思うんですね。なので結構その 今から2050年のはどういう将来になっているかということを皆さんで多分アイデアを出していくと思うんですけど、ぜひ今の現実とかを考えるのも大事ですけど、枠を取っ払ってこうなってほしい、こうなるんじゃないかってですね、いろんなアイデアとして出していただけたらですね面白いなと思ってます。で私よく言うんですけど、人が想像できることは必ず人が実現できると思っているので、絶対こう出したアイデアっていうのは実現できると思いますので、そういうのをですねそういういろんなアイデアとして今回出していただければと思います。以上で私の話題で今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。初めさんでした。はい、ありがとうございました。じゃあ、引き続きですね、松尾真理子さんの方にまたお話を、伺いたいと思います。じゃあパソコンの方も切り替えられますね。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。CO2 ゼロの豊かな島づくり会議第2回建築ということで、私が2番目のプレゼンテーターということでお話しさせていただきます。よろしくお願いします。はい、私、私の名前は松田真理子と言います。私は那覇に生まれてまして、で大学で建築学科を学びまして、その大学卒業して10年間は結構建築設計事務所とかアトリエとかにいて、もうデザインのことばっかりやってました。ただ2010年に一旦沖縄に戻った時に、沖縄の省エネ住宅についてのシンポジウムがあって、それに参加した時にすごい衝撃的な事実を知ってしまうんですね。このままでは大変なことが起こるっていうのがそのシンポジウムで分かって、で何かできることがないかなっていうことを考えた時に、この NPO 上昇地域住まいの研究会というのに出会います。でそこで私は、沖縄の環境住宅についての研究とか、実際の建物を1年間の温湿度測定とかをしたり、省エネ計算はどうなっているのかとか、そういうのを、研究したり、で省エネ住宅の推進事業っていうのを、国土交通省とか沖縄県の環境省の事業を受けながら、促進の活動を行ってきました。で、そのままNPO にずっと行ってもいいかなと思ってたんですけど、やっぱり実際自分の設計でどんどん実例を増やしていって、それをショールームじゃないんですけど、どんどんそういうことを事例を増やしていくことで、その省エネ住宅の推進もつなげれるんじゃないかということで、2019年に松田真理子建築設計事務所として、設立しています。で今も沖縄における環境建築をどんどん実現していこうということで、日々精進中のところです。私の方で話すのは、5個あります。1つ目が省エネ住宅と住まい方の関係、2つ目多治地域の省エネ基準とその経緯、多治地域っていうのは、後ほどお話ししますけど沖縄県のことです。で3番目が気候風土に合った住まい、4番目が省エネ住まいの実例、5番目が2030年2050年の住まいについての私の展望をお話しします。
じゃあ1番目いきます。省エネ住宅と住まい方の関係。さて皆さん問題です。この中で省エネな暮らしができる人は誰でしょうか。 A さん、自然のどかなところで電気に頼らず暮らしてます。 B さん、郊外でなるべくもうエアコンを使わないで暮らしています。 C さん、田舎に住みたいけど市街地でエアコンも使いながら、まあ、でも節電してます。 D さん、寒さ暑さに弱いので窓を開けずにでも省エネタイプの家電を使っています。正解はですね、全員できます。というのも今回A グループ、B グループ、C グループ、D グループいらっしゃいますけど、都市部での省エネの方法、都市近郊、郊外、島嶼地域、すべての地域で省エネ住宅っていうのはできるんです。だから どの地域だから省エネはできないというのはなくって、むしろ全員で少しずつ減らしていくのが一番大きな近道になります。一人がたくさん頑張るよりもみんなで少しずつ頑張っていくっていうのが大きな成果を生みます。私たちが省エネ住宅を設計するために確認しておきたいことが2つあります。1つは自然へのこだわり度で、もう1つが不快感を排除した安定した室内環境へのこだわり度。自然へのこだわり度に関しては、例えば、まあ、風の強弱、多少の暑さ寒さとかは別に気にしないで変化のある環境も楽しめますっていう意識の度合いですね。なんか夏は暑いけど、まあ、なんか冷たいスイカを食べて幸せとか、そういうところ、そういう自然へのこだわりがある方。一方で、まあ、不快感を排除した安定した室内環境へのこだわり度、まあ、汗をかくと汗もが出てしまってもう痒くなったりとかするから、まあ、その安定した環境に住みたいっていう、暑い寒いとか暗いとかっていうのは、まあ、不快感を感じてしまうので、なるべくストレスがないような室内にしたいっていうような、この2つの度合いを確認しています。で、先ほど の A さん、 B さん、 C さん、 D さんいらっしゃいますけれども、例えば自然へのこだわり度が一番高かったのは A さんなんですけど、 A さんに関しては伝統的自然生活志向で、 B さんに関しては、まあ、郊外だけどなるべくエアコン使わないですがしたいっていうことなので、まあ自然のこだわり度は高いんですけど、安定環境よりもちょっと欲しいなっていう方ですね。で、まあ、極端に言うと D さんの方は、まあ、エアコンは絶対欲しい、まあ、ちょっと肌が弱いのでとかちょっと病気になったりとかしがちな方とか、やっぱり D さん、もしかしたら高齢者の方とか、もしかし体調が悪い方とか、この自然生活ではなくって設備生活志向になるかもしれないんですけど、そういう方でも、省エネ住宅っていうのは実現可能です。で、で省エネ住宅のイメージとしては、3つに分類されています。伝統的自然生活志向、自然生活志向、設備生活志向の3つに分類しています。例えば伝統的自然生活志向の場合は、自然エネルギーをすごく活用します。自然エネルギーというのは太陽の光、自然の風、そういうのを最大限取り入れて、そういう建築を作っていきます。で、一方設備生活志向の方は、自然エネ活用は、まあ少しにしておいて、まあ、可能な限りでちょっと補助的に取り入れる方法で活用していきます。で、また伝統的自然生活志向の方では、別に省エネ設備とかなるべく設備を使わないで暮らすっていうことができるのであれば、まあ、省エネ設備に関しては必要に応じて導入する。で、逆にこの設備生活志向に関してはもう高効率の、先ほど村山さんがお話ししていただいた高効率の設備を十分に優先的に活用していくっていう方法があります。今私が設計をしている中で一番多いタイプは、この実はこの自然生活志向といって、
両方のタイプの極端な感じではなくて、ちょうど真ん中にいる方が結構多いんですけれども、多分県民の中でも自然生活志向の方がほとんどなんじゃないかなというふうに思っています。自然生活志向に関しては、自然エネを活用しながらも外費の熱遮断技術、省エネ設備の技術っていうのをどんどん可能な範囲、適度な範囲で活用していくっていう方法があります。一番とても大切にしているのは、その家族に合った住まい方を見つけるということが大切です。省エネはやっぱり我慢するものではなくって、暮らしを楽しみながらも、そしてエネルギーを減らしていくっていうことが大切です。やっぱり我慢すると、我慢した分だけまた反動も起きますし、いいことが何も起こらないので、楽しみながらどんどん減らしていくっていうことがとても大切です。次に、2番目、8地域の省エネ基準とその定義についてお話しします。先ほど浦山さんにもご説明していただいたんですけど、今住宅を建てるときに省エネ基準というものを適合させる必要があります。で、この省エネ基準の概要に関しては、8地域いろいろ気候区分によってその基準の数値が変わります。北海道と、沖縄ではすごい気候も変わるので、それだけ基準も変わってきます。で、今沖縄県は8地域というふうな地域区分になっています。こちらが8地域の省エネ基準なんですけれども、1地域が北海道で、8地域が沖縄県なんですけど、これは、外費基準のことを話してますけど、復習すると、省エネ基準は外費基準と一次エネルギー基準って2つあるんですけど、一次エネルギー基準は全国で一統一されていて、外費基準に関しては気候区分によって変わっているっていうような内容です。で、8地域の省エネ基準は、実はこの断熱性能に関する基準はない、ありません。ちなみにこの日射遮蔽性能に関しては 6.7 っていう数値が設定されています。数値が小さいほど厳しい基準になってるんですけど、実は福岡よりも暑いはずの沖縄がもう3倍ぐらいの大きさの基準がついてるんです。めちゃくちゃ緩いんです。だからもうほとんど断熱性能の基準もないし、日射性能基準一応あるけど、めちゃくちゃ緩いです。こんなに緩い基準ってあっていいのかなって思うぐらい本当に緩いんですね。これはどうしてかっていうことなんですけれども、じゃあ沖縄の基準は本当にもう何も考えられてないのか、省エネ基準について何も考えられてないんじゃないかって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実は沖縄県では1984年から、省エネ住宅に対する取り組みが行われています。南東型公営住宅というのの標準設計の開発が沖縄県で行われています。普通の内地にある公営住宅、団地、公営団地とかなんですけど、それとは違う作り方を沖縄県では開発しています。こういう図面になっていくんですけど、沖縄の場合実はテラスから入るんですね。玄関がないテラスから入っていって、ちゃんと風の通りを考えられていて、で、なるべくいろんなところに風が抜けるような、そういう公営住宅の開発がされています。ちょっとこれもどんどん話していきたいところなんですけど、時間も限られているのでちょっと軽く話しますけど、あと1998年に風土に根ざした住まいづくりの手引き書っていうものが、発行されています。これも沖縄県のホームページに掲載されているんですけど、今最近新しいのが発行されました。これも何度も、その時代に合ったものを、更新して作られているものです。2009年には沖縄地域における環境共生住宅推進事業というものが行われました。で、そこで沖縄県内の住宅の、研究とかをして、で、どういうふうな住宅が環境住宅になるのかというものを制度を
上げていって、さらにこの研究授業で得た成果をまたこの風土に根ざした手引き書にどんどん更新していくという形を作っています。で、2010年に自立循環型住宅の設計ガイドラインというものが発行されます。これは、初めて沖縄の地域、上昇地域に対する研究が国土交通省、国によって設計されたガイドラインです。どうして沖縄県は実は日本の人口の 1% で、で気候が違うからとかといって結構 1% の国民のためにこの沖縄の研究をするべきではないというような考えがあって、なかなか沖縄県は沖縄県で考えてくださいというようなスタンスだったんですけれど、この時に、沖縄県上昇地域という上昇地盤を作りましょうというようなガイドラインの、発行がありまして作られたんですね。というのもこの沖縄県、私たちが住んでいる上昇地域は地球を見ると人口の約3分の1の人が住んでいる。でそれはでは日本にとってこの上昇地域の省エネ住宅を作ることは地球の約人口の残り3分の1の方のためになるんじゃないか、これは日本にとっても国益的にもいいんじゃないかということで上昇地盤が発行されます。実はこれ英語版もできていて中国版もできています。でこの技術があることで建築研究所っていって国の大きな研究所があるんですけど、そこで上昇地域の省エネ住宅の研究がされています、されて発行されました。で2015年に、沖縄県でまた亜熱帯型省エネ住宅ガイドラインの作成を行っています。ということで、なんか沖縄県は別に怠けて省エネ住宅に取り組んでるわけではなくって、沖縄にあったものはどういうものなのかっていうのを少しずつ開拓していっているようなところです。で2017年に、沖縄の気候風土適応住宅推進連絡会議というものができました。これはなぜできたかというと2020年に省エネ基準が義務化されますっていうふうに国が発表したんですけれども、今あるその当時にあった省エネ基準は本当に沖縄で作るのと本当にこれで作っていいのかって、まだ沖縄県もここまでかけて研究してやってきた成果とはだいぶかけ離れたものであったの でこれはおかしいんじゃないかということで、沖縄建築士会、沖縄建築士事務所協会、日本建築家協会っていって沖縄県にある建築士の団体3団体が共同で構成された連絡会議を発足します。そこで沖縄らしい気候風土適応住宅とは何かっていう形成住宅をします。でその時に国土交通省にも提言をさせていただいて、それで国交省の方も3回ぐらい沖縄に来てもらって話を聞いてもらって、このままではよろしくないですよってことで2020年になった時に建築物省エネ法による8地域による省エネ基準の改定が行われました。それでさっきの緩い基準になってしまったんですね。なぜこの緩い事業になってしまったかっていうと、やはり沖縄の文化があまり気候風土だ文化が違いが結構内地とは違いがあるということで、まあ、6.7 になってしまったんですけれども、まあ、木造住宅が結構省エネ住宅ですっていうのが一般的の中、っていうのもなぜ木造住宅が省エネ住宅になってるかっていうと、建設時における CO2 排出量が先ほど村山さんの発表でもありましたけど RC 住宅よりも少ないってことで木造住宅は推進しましょう、日本にはたくさん木が余ってるからその良質な木材をもっと活用して木造住宅を作っていきましょうというような国の動きがあったんですけど、沖縄に実は建材となる木材がないんですね。で建設時の CO2 は確かに RC 像の方が大きいんだけれども、例えば木造が50年作って壊して新しいのを作る一方で RC 像今100年150年持つって言われているので、それを100年使う
となったときに、ライフサイクル CO2 に関してはほぼ同等の数値になるということが分かってきています。それで国土交通省サステナブル建築先導部事業というのを私ちょっと応募させていただいたんですけど、ちょっと手前味噌なんですが、この初めて RC 像でも省エネ住宅が、気候風土適応住宅として省エネ住宅になるねっていう話を、採択されました。で、2022年に実は去年ですね、沖縄における気候風土適応住宅認定制度というものを策定しました。これは、主に、この 6.7 とかそういうことを数字で測るものではなくて、建物の中の日射の熱を入れないようにする技術と、中の空気を排出する力があるっていう2つの基準によって作られたものです。だから省エネ基準とはだいぶ違いますね。省エネ基準は中の温度、冷房で冷やされた温度が外に逃げないようにする技術が、評価されるんですけど、この気候風土適応住宅では中の例えば日射によって入った熱が外に逃げやすいように、湿気が逃げやすいようにするというのを基準とした制度なんです。だから省エネ基準の中ではちょっと異色のような内容になっています。で、まあ、ちょっと気候風土に合った住まいっていうのは結局何なんだろうかっていう話なんですが、ライフ CO2 に関する建築のかかる問題でいろいろな要素があります。災害で建物が壊れてしまったらそれはゴミになりますね。じゃあそれを処理するために CO2 がかかる。また高齢化によって住まい方が変わってくる。そうすることでまたライフサイクル CO2 も変わってくる。で、建物木材を輸出したり輸入したりとかするその流通コスト、または資産、それを地産地消で賄えないか。で、結構最近のお子さんに増えてきているのがカビアレルギーの問題があります。さらに沖縄にはもう、ね、日本最大の最強のシロアリが住んでいるということで、まあ、RC 像でもシロアリの被害になったりとかする、まあ、で空き家対策、結構活用されていない空き家が増えていっている。で、紫外線のがすごく強烈で、それによって建物の劣化が進んでいく。塩害でどんどん、まあ、2025年までは沖縄人口増えると言われているんですけど、それ以降はどんどん人口が減っていくだろうというふうな予想がされています。というようなことで、省エネの住宅、例えば温熱環境が優れた住宅というふうなものと、さらにこういうたくさんの多様な、 なんか、要素がこのライフサイクル CO2 に関係してくるっていうことがあります。それら一つ一つを少しずつ、この地域ではこれが大切だ、この地域ではこれが大切だというのを一つ一つ対応していかないと本末転倒な形になってしまうんじゃないかということが考えられます。実は沖縄県って持ち家率がすごく低いんです。全国では、まあ、39% が、賃貸住宅に住んでいらっしゃるんですけど、沖縄県では半分以上の方が民間の賃貸住宅にお住まいになられています。省エネ基準は結局新築住宅とか戸建て住宅に結構重きを置いているところがあるんですけれども、沖縄ではもしかしたらこの集合住宅、共同住宅に重きを置くべきなのかもしれないなっていうことがあります。でもこの RC 住宅におけるこの省エネ改修についての研究がまだあまり進んでいないので、それを早急に解決していく必要があるのではないかということが、今挙げられています。沖縄で例えば災害時、どんな、 なんか気候風土に合った住まいを考えたとき、どういうふうな住まいがあるんだろうっていうと、困ったことは何かっていうことを考えてみると、
まあ、災害時、前回も台風があったんですけど、台風があった時本当に日用品とか食べ物がなくなってしまうっていうのがあります。で、冷蔵庫ももう使えなくなってして、食べ物を全部破棄したりしまったりとか、そういう現実があります。で、壊れた時に直せる人がいないと困る。例えば県外から、大量に手に入れたものを沖縄県内で災害が起きた時に、じゃあこれ直す人誰なの、内地に送らないといけない、それを待ってる時間はあるのか、まあ、すぐ自分たちの手でちゃんと直していけるものを作っていくべきなんじゃないか。あとは、まあ、停電したら結構復旧に時間がかかるから、電気なしでも暮らせる家がいい。まあ、ずっとエアコンなしで暮らすのは難しいかもしれないけど、でも停電時の3日間とか4日間ぐらいだったら少し我慢すれば暮らせる。そんな、なんか自然エネルギーも少しずつ活用できるような家になる。家が変化することができるっていう、そんな家がいい。また蓄電池や太陽光発電、とっても大切なので今後つけていくべきだという話もあるけど、それに対してパネルも飛ばないような形状にしないといけないっていうような、強風が来た時にどう対応するか。塩害も大きいので、この金物が結構錆びてしまったり劣化することが実は東京の10倍の速度だっていうふうに沖縄では言われてます。だから東京で100年持つが沖縄では10年しか持たないんですね。そういうことも含めながら、じゃあどういうふうに処置していくのかっていうのを考えていく必要があると思います。で、ここからちょっと省エネ住まいのちょっと実例ということで、私の設計した住宅の、実例をご紹介させていただきます。こちらが風と生きる花ブロックの家っていうもので、国土交通省、先ほどもお話ししましたけど、先導事業で RC 像として全国で初めて採用された住宅です。他にも沖縄建築賞、建築九州賞、日本建築家協会環境建築賞をいただきました。で、そこで何をやったかといいますと、風シミュレーションというのをやりました。この建物が建つ上で、この周りの建物を3D で上げて、実際に風を流してどこの部分が一番建物が弱くなる部分なのか、で、逆に風が来る部分をの強風をどう和らげて涼風に変えるかっていうのをシミュレーションして、その場所で、リビングの位置、花ブロックの位置、窓の位置を計算して決めました。で、またこの住宅では結構お子様がカビアレルギーでしたので、なるべくアレルギー源のないような健康的な住まいを、重きに置きました。で、カビっていうのはどういうところに生えるかって言いますと、温度と湿度と栄養分、空気があればどこだって生えます。で、沖縄の場合も本当にもう一年中どこでも生えるような状況ができています。じゃあ生えてしまった時にどうするのか、生えないようにするにはどうするのかっていうのをとことん敷き詰めて、検討して、じゃあ紫外線を当ててるところ、例えばお風呂とかでも窓が大きなお風呂だったらカビが生えにくかったりとかするんですけど、それはやはり紫外線の影響じゃないか、温度湿度とは違う、また違った視点でカビへの対応を考えて、そのよいしょよいしょで考えていく必要があるということで、そのカビの対策の住宅を、設計いたしました。また花ブロック、沖縄ではよく花ブロックが使われてるんですけど、これって実は建築物省エネ法では全然評価されていません。花ブロックがあったところで、その内側にある建物の壁は直接日射が当たるものとして計算されているので、花ブロックでほとんど 90% 以上日射が入らないような状況なんですけど、当たるものとして計算して計算して提出しないといけないっていうのがあります。で、この住宅では結構周りが畑とかもあったので、シロアリが飛んでくる可能性があって、で、シロアリさんって何が好きかというと断熱材が大好きなんですね。このなんかサクサクした噛み心地がなんかたまらないらしくて、で、なんかもう、で、結局シロさん断熱材食べて死んじゃうんですけど、それでもなんか自分の生涯をかけて食べ続けるんですね。
でそのなんかまあ白いさには悪いんですけど、その断熱材はなんか外側にはなるべく設けないようにして、で飛んできても食べるものがないので違うところに飛んでいってもらうということで、まあ、ちょっと建物の中にはシロアリが来ないような対策をして、屋根には断熱材設けないで遮熱ブロックというものを置いています。で遮熱ブロックというのは何かと言いますと、ブロックコンクリートブロックなんですけど、その上にあの炭酸カルシウムベレットというちょっと怪しい白い粉を積層して塗っています。でそれが日射反射をして、さらにこのブロックの中はすごく通気があるので屋根に日射が当たりません。だけど建築物省エネ法ではこの遮熱ブロックの評価がされてないので、直接断熱材もない屋根に日が当たるというような評価がされてしまう、そういう、ちょっと沖縄の今まで、これは私が考えたものではありません。昔からある沖縄の技術なんです。その沖縄の技術をちゃんと計算して出してみようということで、ちょっと計算してみました。これちょっとマニアックな数字なんですけど、先ほど基準値が6.7 っていうふうにあってすごく緩いって言ってたんですけど、実はこれ省エネ基準法の手法で計算すると 8.6 になるんです。だから本当考えられないぐらい、もうこれはもう日射めちゃくちゃ受けてすごい暑いですねっていう風な感じになってしまうんですけど、これにはこの屋根に乗せる遮熱ブロックの効果も計算されていませんし、日射が受けるところの壁には必ず花ブロックが置いてあるので、花ブロックによって遮られる熱も考慮されていないんです。で建物多分皆さん見てわかると思うんですけど、壁を触ってみて黒い建物と白い建物の温度触ってみたら分かると思うんですけど、全然温度は違うんですね。白色塗料って結構日射反射する効果が高いので、もう温度全然違うんですけど、建築物省エネ法では同じですっていうような評価がされてます。だからこの白色塗料に対する効果も対応されてない中、ちゃんとその白色塗料、花ブロック、遮熱ブロックについての技術を計算すると 2.5の数値になるんです。同じ建物です。同じ建物なんだけど建築物省エネ法の計算法でやるとすごく不利な状態になってるっていうのが今の沖縄県の RC 住宅になってます。もちろん花ブロックもやってない、屋根に遮熱ブロックも乗ってないっていうような、そういう住宅もたくさんあるので、そういうのを沖縄の 今まで培った技術でどんどん回収していく必要がこれからあるっていうのが一つの課題だと思います。で、もう一つ、こちらはマンションリノベーションの事例なんですけれども、先ほど持ち入れ率が実は沖縄はすごく低くて、半分以上の方が賃貸住宅にお住まいっていうことなんですけど、ただ賃貸住宅のこの省エネ改修に関しての技術がまだあまり発達していないっていうのがあります。そこでちょっと考えたのがこのマンションリノベーションの事例なんですが、お金をかけずに省エネをできるっていうことを検討しました。実はこちら外壁に断熱材を入れたり、ローイーガラス、今ある窓ガラスを全部ローイーガラスにしたらどれぐらい下がるのかっていうのをシミュレーションでちょっと計算してみました。すると外壁断熱をした場合、今これすいません現状って書いてますけど、これリフォーム前ですね。リフォーム前はイーター値が 2.4 だったんですけど、それが外壁断熱することで 2.2 まで下がります。熱量でいうと600ぐらい、600ワットワットバー平米って言うんですけど、600ぐらい下がることが分かりました。でさらにローイー複層ガラスにすると、現状からローイー複層ガラスにしただけで、まあ、5200まで下がるってことが分かりました。約1500ぐらい日射熱取得量が下がります。ただ、施工費に関すると外壁断熱をすると約80万円ぐらいかかるね。でローイー複層ガラスにするとちょっと内地から取り寄せとかになってしまって150万ぐらいかかるってことが分かりました。結構な金額なんですけど、それをちょっとある今やらないで、例えばじゃあすだれとかオーニング設置をしてみましょうということで、
すだれをつけるフックをつけたり、で、まあ、外壁側にちょっとオーディングがつけれるようになって、あの強風にあおられた時にはちゃんと撤去できるような状況にしてオーディング設置をしました。そうすると実は現状の6700から4500ぐらいまで下がることが分かりました。約2500日射熱取得量が減るってことになります。つまりこの DIY レベルでこれぐらい省エネ効果が出るってことが分かりました。だから沖縄県で例えば省エネ改修をしないといけないってなった時にたくさんお金が必要だって思われるかもしれないんですけど、実は各々の家庭でほとんど DIY レベルでこれぐらいの省エネ効果が出るってことが分かりました。じゃあその時にかけるお金はどこにかければいいんだろうっていうのが多分大切なのかなって思います。ちょっと時間過ぎてません、すいません、はいはい、で私が考える2030年の住まい、2050年の住まいなんですけど、ちょっとあの私は村山さんとちょっと違ってて、どっちかというと心配性なところがあって、ね、2030年どうなってるかな、さらに多分エネルギーコストっていうのは増大していくと思っています。まあ、なんか毎回結構建築コストと一緒に同じような感じなんですけど、何があるから上がる、オリンピックがあるから上がるとかいろいろ何かと上がっていく、でもこれがなくなれば下がるんじゃないかみたいな話もあったんですけど、それを下がっている実情が今のところないので、ウクライナのこともありましたし、どんどんエネルギーコストっていうのは増大していくと思っています。そのために何が必要かっていうと、やっぱり再生エネルギーを増やすしかないなって思ってます。やっぱり沖縄で、まあ、前回多分エネルギーの勉強なさっているのであの考えられていると思うんですけれども、沖縄は本当に再生エネルギーがどんどん必要になってきていて、ただそれは森を壊してやることではない、今現状の遮熱されていない屋根に太陽光パネル乗せる、それだけでもすごい再生エネルギーは増やせますし、遮熱効果も倍増する、そういうことをどんどんあの取り入れていくべきなんじゃないかなと思ってます。で、沖縄電力で今借り入れて無償で太陽光パネルを乗せるっていうようなのもありますので、そういう事業がどんどん増えていくのも考えられるかなって思ってます。2050年の住まいなんですけど、私は結局あの災害に強い建物が残る、まあ、日々あの気候変動でなんかあのすごい今まで見たことのない自然災害が起こり続けているので、この自然災害に対してどういうふうに建物が生き残っていくのか、結局はやっぱり緑の再生力だったり海からの恵みによって人間は救われていくんじゃないかなと最終的には私はそう思っているので、自然に対する災害に強い建物っていうのをちゃんと念頭に置きながら何にコストをかけていくべきかっていうのを考えていかないといけないと思っています。以上で発表を終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。すごく面白いお話だったので時間伸びても私は止めません、はい、ありがとうございました。はい、ではですね、あの村山さんと松田さんお二人のお話を聞いたところで、ちょっと皆さんで少し感想と、それからそこから出てくる疑問質問なんかをグループの中でシェアして、あの講師の方にね、あの質問をまたあのお返ししたいと思っておりますので、ちょっと時間が押してますので、まあ、5分ぐらいでいいかな、あのグループ走りの方、まあ、感想と質問のシェアという形でよろしいので、あのまず、グループの皆さんとおしゃべりタイムをちょっと5分ぐらいしてください。テーブルの真ん中にまたあの英語の小さな紙切れがあります。参加者の皆さんどうぞあの好きな色のペンを今もうお取りください。あの黄色はちょっと見えないので濃いめの色にしていただけるといいんですが、ペン1本ずつ好きな色を取っていただいて、これ聞きたいっていう質問があったらですね、1枚に1つの質問という形で、あのもうどんどん書いていただければいいのかな。あ、その辺は走りに任せましょうかね。少し話まとめてから質問書いてもらうかもしれませんので、はい、じゃあグループ走りの方、あの感想質問タイム5分間お願いします。
ろいろ質問いただきました。ありがとうございます。一番効果が見やすい省エネ方法はということで、先ほどあの住宅の比率、CO2 を排出する比率ってありましたね。で、家電が5割で、冷暖房が2割で、給湯が2割なんですよ。で、先ほどの冷暖房っていうところ、実はあれほとんど暖房なんですよ。だから住宅だとほぼ給湯が一番なんですね、お湯。だからシャワーの出しっぱなしをやめるだけですごいこれ効果がありますので、あのぜひこれ試してみてください。あの光熱費にも直結しますので、あの削減できます。で、木造の建物の場合、地震などの災害に対応できるのでしょうかということでありまして、これね、あの木造に限らずですね、あの建築の性能というのが、あの評価、性能基準というのが全部あの決まってます。で、そこで耐震性、耐震性であれば1、2、3ということで等級があの定められてまして、これはもう木造に限らず、木造でも RC でも鉄骨でも全部そういう性能っていうのが決まってますので、それで設計すれば全然大丈夫です。私はいつもその最一番大きい耐震性のある3で設計をするようにしてます。まあ、これが耐風性も同じで、ね、評価がありますので安心してください。これ面白いですね。はい、で、講師のお二人の住宅はどんな省エネをしていますかということで、結構意外に思われるかもしれないんですけど、私こういう話をさっきしてたんですけど、私のお家はクーラーがありません。私マンションに住んでるんですけど、3階に住んでまして、うちのかみさんが冷房苦手なものですから、うちのお家は扇風機しかなくて、で一人一台ですね、扇風機が あって、これはもう自由に使っていいということで、窓はもういつも開けっぱなしになってます。で、先ほどマリコさんの方ですだれモーニングの話ありましたよね。あれってすっごい効果的なんです。この日射を室内に入れないっていうだけで、もう部屋の温度の体感すごい変わりますので、でうちはもう本当にもう窓のところには遮熱オーニングをつけてですね、すだれをくっつけて、で場合によってはそこで遮光のカーテンまでしてしまって、日射を入れないで窓を開けておくっていうだけで、本当に夏場でもですね、部屋の体感温度全然快適に過ごすことできるので、ぜひ試してみてください。で、本当に暑い時はうちはもうどっか冷房のかかったところに逃げます。じゃあそろそろいいですか。じゃあ私の方でも、実地かける台風に強い両立した住まいってどんなんだろうってことで、私はもちろん実地もすごく推進してますので、実地太陽光パネル乗せるときは、コンクリートの屋根に乗せるときは、風力が煽られないようにちょっと立ち上げて作ってます。パラペットっていうんですけど、立ち上げて風が入らないけど日射がちゃんと出るような感じで作ってます。であと、建築物省エネ法に花ブロックなどの基準が採用されないのはなぜなのかとか、断熱の効果が加味されてないのはなぜですかっていう質問があったんですけど、先ほどもちょっと話したんですけど、花ブロックと遮熱ブロックを扱ってる業者が今県内で1社しかないんですね。でもう国交省の方は2010年にも上昇地の研究しているので、花ブロックの効果も遮熱ブロックの効果も分かっているんです。ただ一つの業者になんか加担するようなことにならないかっていうこともあって、なかなか評価されないんですけど、ただ白色塗料に関しては今後評価されるっていうふうにまだ予定だけど伺ってます。で、
風の通り方でどんな工夫がありますかってあるんですけど、風の通り方は皆さん風を通すために窓を開けると思うんですけど、窓を開けただけでは風入ってこないです。ちゃんと、両方入り口と出口開けないといけないので、ドアも室内のドアも開けて窓も開けて他の部屋の窓も開けたら風の通りは出てきます。だからよくマンションとか のプランとかで角に結構窓があってここから風が入りますってあるんですけど、あれ本当に入るかなっていうのが、ちょっとちゃんとドアも開けてもらわないと入らないなっていうのが結構心配しているところです。あと住まい DIY レベルで削減可能、今からでも始められる DIY はっていうふうにあるんですけど、ちょっとそれが私の住んでる住まいと同じような内容だと思う、答えたと思うんですけど、私は、一番日射が当たる部屋も西日が当たって暑い部屋で洗濯物を乾かしてます。だからそこはもう洗濯物の部屋ってことにして、もうあえてここはもう熱入れてもいいかなっていうような感じで使ってます。で、なんか季節によって入ってくる日射の向きが違うので、暑い時はここに厚い窓のガラスのところに娘の絵を貼ったりとかしてます。ただそれだけでもすごい効果はあります。で、遮熱カーテンもあるんですけど、例えば夏はもう家出る前に全部遮熱カーテン閉めてから外に出ます。逆に冬は全部遮熱カーテン開けてオープンにして日射が入るようにして家を出ます。そうすると帰ってきてなんか寒って感じにはならなくてあったかい感じになりますし、夏はなんか暑っていう感じにはならなくて、ちょっとひんやりしてるなっていうようなところがあります。一番の私 の住まいでの問題点は、実は主人が北海道出身でものすごく暑がりなんですね。で、私はずっと沖縄なのであまりエアコンとかも使わなくても結構暑さには強いんですけど、この2人のなんかちょっとライフスタイルの差が違すぎて、気がつくとなんか主人がエアコンを20度とかにしてってちょっと私今省エネ推進してるんだけどっていう話を夫婦で話したりはするんですけど、でもお互いのなんか快適性っていうのをちょっと見極めながら省エネできるところは省エネする。あとキッチンとかでもなるべく夏は熱を発しないような調理法をしたりとかしますね。電子レンジでやったりとか、ポットでお湯を沸かしたりとか。逆に冬はお湯を沸かして室内の温度を上げるっていうようなことで、季節によって調理法を変えたりとか、窓の開け閉め、カーテンの開け閉め、窓に絵を貼るそういう工夫でやってると思います。そういうことは本当にお金もかけないでできる省エネ技術だと思っています。以上になります。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ちょっとたくさんの質問もらって全然答えきれなくてごめんなさいね。ただこの後でまた議論の中で解決することもあるし、それがアイデアにつながることもあるかと思うので、ぜひディスカッションの方につなげていただければと思います。はい、じゃあですね、今から、いよいよグループディスカッションに入りたいと思います。はい、グループディスカッションの方は前回と構成は基本的に一緒です。1回目のグループディスカッションはまず遠い未来というか、2050年一応目標にして、2050年沖縄の私たちの建築住宅どんな形が理想なのかという理想像をまず描いてください。で、ディスカッションの進め方なんですけれども、今回ですね、ちょっと意見のカテゴリー分けをあらかじめ作ってみました。模造紙の上にカラーの見出しがあると思います。これはあくまで皆さんが意見を出しやすいように、考えてあえてカテゴリーを4つ作ってみたのですが、これにとらわれる必要はありません。ただ考えるときに考えるヒントになるのかなと思ってカテゴリーを置きました。で、皆さんのご意見はどうぞ自由に考えて、また1枚の紙に1つのアイデアという形で参加者ご自身の手でぜひ書いていただきたいと思います。はい、で意見を出して、近いカテゴリーのところにどんどん置いていってください。人の意見をまず肯定的に聞きましょうということと、今日はですね、理想を話していただきたいので、それできないとかそれ無理だよは NG ワードということにしたいと思います。はい、で、
今日ですね、2回目のセッション終わった後にまたグループの、発表を最後にしていただきたいんですが、今日はその発表も参加者の皆さんに最後、どなたかにお話しいただければなと思っておりますので、ちょっとそんな心づもりもしながらお話をしていただけるといいかなと思います。はい、じゃあではですね、まず最初、1回目のディスカッション、2050年の理想像を描く、最初に3分ぐらいでいいかな、まず自分で考える時間というのを設けて、それからグループディスカッションに、はい、入りたいと思いますので、紙やメモ代わりに自由に使っていただいて構いませんし、もう1枚に1個のアイデアを書き始めても全然構いません。はい、まずは自分で考える時間3分間を持ちたいと思います。お願いします。